皆さん、こんにちは。ダバオチャンネルの K です。今日は8月3日火曜日、フィリピン時間で今3時9分ですね。早速ですけど、今日のフィリピン市場を見ていきたいと思います。いや、今日も良かったですね。昨日に引き続き、陽線でプラスですね。1.76。ちょっと始まりは、びっくりするような動きは少しあったんですけど、6442から始まって、落ちては6376、上がっては6560。途中で落ちたものの、まあ、それからは上がっていって最後終わったっていうような感じですかね。細かいところ5分足で見ていきますと、昨日最後の最後ですね、15分ぐらいでポーンと上がって、そこからその上で始まるといいなぁなんて話してたかと思うんですけど、まあ、残念ながら、そうは簡単にいかなくてグッと落とされたんですけど、ただ、まあ、もう昨日あたりが、ここ最近の底、まあ、これから安すぎるだろう、まあ、上がっていくだろうということなんですかね、ぐーっと上がっていって9時40分からですね、でその後少し横横でちょっと落ちて、またですね、最後に 最後の15分間ですね、6480から6560にポーンと上がってますね。昨日も、6360ぐらいからポーンと6444、5ぐらいまで上がったんですね。なんか最後に外国の方とか個人投資家の方が買ったりってことですかね。あるってことですかね。なので、少し、この下落が始まってからは、陽線が続いたことはなかったんで、今回初めて陽線続いたんで、まあこういう形で、また上がっていくのかなって期待したいですね。明日が、まあ毎日は見ものですけど、明日勝負ですね。また次も陽線でプラスで、この辺に6600あたりを超えてきてくれると、なんかまた盛り上がってくるのかなって期待しちゃいますね。今日のマーケットサマリーです。126銘柄がアップ、57銘柄がダウン、54銘柄が不変ですね。アンチェンジと。あとはトータルのボリュームの方が、またですね、もうビリオンじゃなくてミリオンですね。まあ、これ見るの、ここ最近で3回目ですね。まあ、あんまり、フィリピン国内の投資家の人があんまり動いてないんですかね。どうなんですかね、これは。で、取引回数の方は7万3000回ですね。まあですかね。まあこんなところですかね。まあ、ちょっとこれができたかがすごい少ないですね。で、外国人の方が、買って売ってか、また売っ、あ、買ってが多いですね。やっぱり外国の方とかは昨日、今日が、まあもうそこだろうということで買いに来てるんですかね。次が、上昇率別ですね。上昇率が高かったもの、今日16%とかありますけど、まあ取引回数10回なんですけど、なんかこの昨日の大陰線ですかね、それが気になりますね。マイナス15.5%ぐらいから今日がプラス16.67ですね。まあ取引回数が少ないからこういうことはあるんでしょうけど、ここまで落ちたんですけど、ギャップアップしてボンとですね、ここに戻ったっていうような感じですね。まあ目立つところで言いますと、まあよく触れている BSC ですね。こちらが、やっぱり昨日あたりがそこと見てもう買いに来てるんですかね。8.99%。で、次の PHA もそうですよね。1.03に上がって、8.42%アップですね。で、次のグリーンもそうですね。これもさすがに、まあこっちは分かりやすかったんですかね。もうこの辺に何かあるなっていうのがあるんで、さてそろそろ行きますかっていう感じで今日8%弱ですかね。まああとここからまた3ペソ、4ペソと戻っていってほしいですね。次が久しぶりに SCC ですね。まあ、これもここで最高値、ここ最近の最高値つけてから落ちてしまって、また今日そこに挑戦して、まあちょっとそこで勢いが止まってますね。まあ、明日がどうなるかですね。で次が、マイナスですね。パーセント大きかったところで言うと、まあ、2%ですけど、まあ、回数が多いんでちょっと見ますけど、DELM ですね。デルモンテですね。まあ、こちらが1回ぐーっと来て、落ちて、でもう1回ぐーっと来て、
で、今ちょっと落ちていってしまってますね。ただ、まあ、この辺がなんかサポートがあるんで、まあ、下ヒゲもついてますし、下上に上がっていくかなっては思っちゃいますね。まあ、それにしても、まあ、ここら辺で15ペソぐらいで止まるんじゃないかなってなんか予想されますけど、まあ、でも今のフィリピン市場何が起こるか分かんないんで、下にズドっていくかもしれないですね。で、次はトレード回数ですね。今日の一番は6210回の ICT ですね。こちらも、あれこれダメかな、横横なレンジの動きに入ったのかなと思ったら、昨日今日でぐんぐんと160のラインで、今日が167の最高値更新したんじゃないですかね。172ペソですね。そこまで行って、ただ、その後、まあちょっと力尽きて、また170のラインに戻ってきてますね。これ明日がどっちに行くかが面白いですね。170のラインを超えて動くのか、やっぱりダメで。まあそうするとまたちょっとレンジの動きに入っていっちゃうかもしれないですね。次が ACEN ですね。こちらも ICT と同じような形で、まあちょっと落ちてレンジの動きに入ってきて、今日ぐっとそのレンジの幅を超えて、8.18を超えて、今、8.3で終わってますんで、次は8.5を目指して、で、次は9ペソを目指していってほしいですね。で、次は BDO ですね。こちらも、昨日、今日とぐんぐんと4%アップ、4%アップと続いてますね。まあ、これなので、一気に109ペソの壁もぶち抜いて、次は112ペソに迫ろうとしてますね。そうすると、最終的に118ペソのここの最近の高値ですね、最高値をまた狙っていけるのかなと。まあちょっとまだ壁がいくつかありますけども。で、次は AL、あ、すいません、ALI ですね。ちょっと他のインデックスと比べて、まあ昨日は良かったんですけど、今日はちょっと元気がなかったですね。まあ下ヒゲついてるんで、下からグッと押されてるので、明日はまあ陽線になってほしいところですね。で、34.5。のラインをなんとか超えていってほしいですね。次はディトですね。いや、良かったですね。7ペソ、なんとか、7ペソに復帰しましたね。まあ、昨日が、そこだったっていう感じなんですかね、やっぱり。まあ、あとはもう上がるだけで、ディトも上がっていってほしいですね。まあ、ちょっと、超えないといけない壁が何層にもなってますけど。次は LTG ですね。こちらが、なんとか踏みとどまってる感じですかね。まあ、どこまで落ちていくんだろうというところから、なんとかこの辺で9.5あたりで、なんか支えられてる感じはするので、あとはここから、10ペソを超えて11ペソっていう形でまた戻っていってほしいですね。次は URC ですね。こちら昨日良かったんですけど、まあ、ALI ですかね。ALI と同様に今日はそこまで良くなかったですね。昨日は6.55で今日はマイナス1.48ですね。これも上と下にヒゲがついてて、ちょっとどっちに行くのかなと、まあ、137と112の中で動くのか、まあ、もう少し狭い幅の中でレンジの動きをしていくのかですね。今後どうなるのか。で、次はモンデですね。モンデやはり、ちょっと一回この14、14.8とかそのあたりで、このあたりですかね。まあレンジに入ってるんですかね。15.5ぐらいから14.8ぐらいの間で、まあ、ちょっと小刻みに動いていって、機械を狙ってドーンと行くんですかね。次は BPI ですね。こちらは昨日に引き続き良かったですね。まあ、0.96%。下からぐーっと、長い下ヒゲついてますんで、支えられてますね。なので、明日はこの勢いに乗って、84ペソ、85ペソと言ってもらいたいところです。で、最後ですけども、AC の方ですね。まあ、こちらぐーっと落ちてきて、長い下ヒゲが何度か、まあ今日もですけど、出てますんで、もうこの辺が、底っていう感じで、上がれ上がれっていう形で、なんかこう、力をもらってるような感じですね。昨日、まあ一昨日、まあ3日間続けて、陽線、陽線、陽線、プラスプラスプラスできてますね。今日1.54%アップですね。まあこのまま、今759ですけど、760、770で780のこのラインを超えて、また800台に戻ってもらいたいですね。
ていうところで、今日のフィリピン市場ですね、陽線で良かったですね。1.76%アップ。明日もこういう勢いで続いていってほしいですね。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。